かり合いました。横浜ボールになりました。スリーポイントです。決まった。はい、いいですね森川選手。はい、これは島根ボールに変わります。いい形でつないだ2回の得点が生まれました。北川選手いいアシストですね。はい、2回選手よく走っていますね。はい、一方島根のポイントは攻撃の軸という部分では今日はどの人になってくるんでしょうか。北川駆け上がっていきますが、ショットクロック1秒なのでキャッチャーのショットしかないですね。はい、さあ誰に託すか。少しボールがこぼれてしまった。横浜ボールに変わります。外、アウドのポストアップでベクトンにつなぎました。これがバスケットカウント。アウド選手素晴らしいアシストでしたね。はい、ベクトン選手もいい合わせ方でしたね。はい、ニカに対してのコンチネート、そして駆け上がっていく。さあ最後川村があのスピードを見せて、そうですね、駆け上がっていきましたが得点とはなりませんでした。